三代、伊藤総監マイナス1761年6月2日は、江戸時代の将棋雑誌。七世名人。将棋三夜の一つである伊藤家当主。別名に正長、印事武器。父は五世、名人二代、伊藤隆委員兄に、伊藤委員たち弟に、八代大橋総慶、伊藤官女初代伊藤官女子に四代伊藤特樹。養子に、 弟の初代漢寿。刺将棋、詰将棋ともに優れ、鬼朱美とも呼ばれる。五条将棋では、十八勝六敗一、持ち将棋と圧倒的な強さを誇った。兄の印たちは四世、名人五代、大橋宗家の時代である聖徳二年に溶接したため、次男の印寿寿が伊藤家の後継となる。それまでの印寿寿は将棋に関心を示さず、 無事のみに熱中していたが、印たちの死後には見違えるように将棋に打ち込むようになったという。父の二大衆院は、聖徳三年に五代、宗慶の死を受けて五世名人となった。印こと武器は、教法元年に十一歳、初段で五条将棋に初出勤し、三代、大橋宗与に飛車落とされで対戦し勝利した。八年、父の二が死去し、歳で、 伊藤家を継ぐ。翌く教法9年に三代総監を襲名した。教法12年に八段に昇段父の死後に名人位を襲っていた六世。名人三代、大橋総与は、実施の総民を総監と競わせるようにお城将棋に出勤させたため、総監の初期の大戦は総民とのものが多い。三代総与が教法13年4月5日に死去すると、 同年のうちに図式献上のないまま23歳で七世名人を周囲した。教法19年に将棋作物を提出。教法20年には、名村龍馬と七段商談をかけて、隅売り交じりで対戦し、京地千番では龍馬龍に敗れた者の格を千番で勝利し、龍馬に七段商談を断念させたという。原文2年5月には、小将棋赤字争いを起こした。 それまでは、五条五将棋の席順は、伝統として、五の家元が、上、将棋の家元をしたとするものであったが、総官らはそれを変更しようとしていた。その頃は、五の家元は傑出した人物が出ず、低迷していたのに対し、将棋の家元は、総官を筆頭に、弟の総慶、幹事らがおり、さらに奉行側のうち、井上川内守、松平木神が、 総管の門人であったため、勢いとしては、総管の意見が通りそうであった。が、旧主派の大岡越前守るが、そのままの判決を下したため、後の家元側は命拾いした。原文5年に、実施の徳子と武器が誕生する。延長を2年に、後継者に定めて、養子としていた弟の勘寿と、八段で、総管に就く実力者の四大衆与えが、 右高地で対戦し、漢字が勝利した。この時に巫女武器が放った、近帝の府の名手を見て、漢字の価値を確信した総漢が魚釣りに出かけたという逸話がある。長くお城将棋では、手焼きが続いていた総漢であったが、漢猿元年に、久しぶりに、五条将棋に出勤している。法歴2年に5年ぶりに出勤し、八代総慶に、右高地で勝利。 法暦三年に、兄の八代総慶との平手戦に勝利した、漢字は、翌法暦四年に、総慶に先んじて八段に昇段し、翌法暦五年には、献上図式を作成した。こうして、御ことが、直将棋書に内定したとされる。同年には、老いの大橋印ことが、お城将棋に初出勤するなど、前世紀を迎えていた、伊藤家であったが、法暦十年には、弟の漢字と、 漢字が相次いで没し、翌法暦11年4月29日には、総漢もまた56歳で没する。法名は玉正院衆民元立非番。墓所は東京本所の本法院にある。晩年は県政の高さに溺れて、気力も衰え絵勝ちであったと言われる。名人位は初めての空位となった。伊藤家は実施の徳子とぶ器がついだが、 法暦13年10月29日に24歳で、没したため、鳥海中七が、養子に迎えられ五代、伊藤隆子委員を名乗ることになる。将棋英中日記によると、11代、大橋総慶は、代々の名人のうちにては三代修身、第一の湯、総刊の将棋は姿いかにも異光奇と、異りと高く評価している。また、同書の別の項では、6代、 大橋総英に次ぐ第2位とされている。総刊の残した爪将棋作品集、将棋作物は爪将棋史上の傑作とされる。これにより爪将棋の水準は格段に上がったとされる。将棋作物は八段商談が早かったため異例の名人周囲6年後に献上された。総刊による献上図式、将棋作物は将棋無双の続称で知られる。 古今で最も難解とも言われるほどの作品集で、角脇吉雄編の、つむやつまざるやにおいて、弟の漢字の、将棋図、匠と並んで、詰将棋の最高峰と書かれている。回答がついている原本や、回答本はほとんど世に出回らなかったため、すべての問題が詰むかどうか、長年機会の謎とされてきた。しかし、 昭和40年代に将軍に献上した原本が、皇居内の内閣文庫で発見され、解決に至った。これにより、何代か最初から積まないことが分かった。1725年、20歳の総監は17歳の大橋周民と指したお城将棋の一局で、総監が指した三五桂という一着について、その将棋を収録した日本将棋体系で、 外道館の解説担当の大山康春15世名人は、絶妙手であると断言した。さらに、将棋世界で連載された、イメージと読みの将棋館でもこの将棋が取り上げられ、羽生善治、谷川浩治、渡辺明、佐藤康光、森内俊之、藤井岳史という現代のトップクラスの騎士たちは、一様に驚嘆の声を上げ、絶賛している。 局面も現代風だし、今の実戦風だとしても、全然おかしくない。江戸時代の将棋はほとんど知らないんですが、強い部分は桁違いに強いという気がする。将棋作物序文を書いた、林信光は、図式献上前の公の命での名人がさねくらいは三大朱味、のみであるとする。 門脇義雄は、名人重ねくらい前後に、図式の創作を開始したのではないか、と推測している。対局日時は、角落ち番は5月17日、京落ち番は6月2日で、すでに原文年号に改元している。相関に、高落ち番で勝利した翌日に、八代宗慶と平手で対戦している。この当時、弟に家督を相続させるためには弟を養子師と、 することが必要であり、一般的に行われていた。例えば、徳川綱吉は兄である、徳川家綱の養子である。官報2年に、総官の自宅で四大衆与えと、左高地で対戦した寄付が存在するが、五条将棋の内調布とはみなされていないという。山本徹助は、ママ母との関係が悪く、主食に溺れていたのではないかとしている。ありがとうございます。